素晴らしい日本の猛攻、世界中の人たちに伝えたい。今日の動画はこちらです。皆さん、こんにちは。宮村和秀です。木工家、宮村和秀、お送りしたいと思います。今回はですね、寿司板の小口の面を、小口を削ります。カンナでですね、こういったカンナがあるわけですけども、少しそれでカンナのについてお話したいと思います。ブレイクタイムですね。よく私が大工している時に、前もお話しましたけど、10時とか3時の休憩ですね。一服全開言ってね、親方から言われるわけです。しかし、なかなかですね、なんていうんですか、コミュニケーションっていうのは取れにくかったですね。本音を喋れないと、怖いっていうのもあったんですけどね。そういう時代でした。で、親方が言われることとか、先輩が言われることっていうのは絶対でね、そういうものを受け入れるわけですけどもね。でも間違ってたこともありますよ、言われてたことでね。その一つに、職人は食いっぱぐれがないと言われました。今から30年、もっと前ですね、18の時ですか、40年前ですか。その時はまたね、たくさん職人さんおられましたわ。私は大工でしょ。左官屋さんもおられました。屋根屋さん、タイル屋さん、クロス屋さんじゃ聞かなかったね。左官屋さんで、そういう人たちが大勢おられました。電気屋さんもおられました。その中で、トップだったのは、棟梁って言われる、大工さんでしたね。大工の棟梁。工務店っていうよりも大工っていう感じでしたね。そんな時代でしたけども、食いっぱぐれはない言われましたが、食いっぱぐれっていうのは、今はもう職人さんっていうのはそういうのいない時代になってしまってます。あれは、偽りだった。 偽り言うたら悪いですけど、そんなふうに思います。どうして消えていったのかな、なくなったのか。一つは大きなのは機械化、工業化って言いますかね。そういうので、職人さんいらなくなった。作られたものを、ひっつけていったらいいわけですからね、今ね。ですから、もうこういうカンナで削るとか、そういうことはありませんわ。ないと思います、そういう現場でですね。ハリボテっていうのができた時に、合板ですね、そういうものが、綺麗で、これはええでとか言って言われましたけども、でも結局は一皮むいたら芯が見えてしまうわけですけどね。そういうものが流行って、今にこう来たんでしょうけども、職人から仕事と、お金を奪ってきました。そういうものですけども、でもそしたら、この木工家宮村和秀で何をしたいのかということですけども、やはりそうした文化ですからね、日本の。それを、残すって、私はそんな大それたことはできないですけども。例えば DY っていうのを見ましたら、素人さんって言いますかね、自分は素人なんだけど、そういうのを残したいとか、そういうことを言っておられる方も大勢おられるわけですね。本当に大勢おられます。DY っていうところに今出されて、動画を出されてる方たちには、そういう素人さんで、そういう作るのがね、電気道具でこう作るのがお好きな方が多いかもしれません。また極端にいきますと、極端って言いますかね、日本の最高峰と言われるようなね、そういうシャトー建築ですか、そういうものを作る宮大工さん、そうした方の、チャンネルもあるわけですね。で、なら私は何がしたいのか、何をしたい、しようとしているのかと言いますと、もっと言いますか、身近で昔からあったもの、そして生活でなくてならなかったものっていうのはあると思うんですよ。それは、研ぎシリーズで、私は宮村和秀のチャンネルの方でしてますけど、刃物研ぎシリーズ、刃物っていうのは身近にあったわけですね。包丁もそうです。
そうした中でこうカンナっていうのもあったわけですね。カンナで何を削るのかっていうと、まな板削るっていうのがありますね。まな板を削る。私のお客さんの時のお客さんの中にも、こんな会話を聞いたことがあります。あなたこれでまあね、包丁はいいのをまあ買わしてもらったからええけど、あのまな板どうすんの、へこんだままやろ。まあ私噛んでしまいましたけど、まあ、こんな会話を聞きました。ああまたな、削るわと、大変なんでしょうね、まあ、削るのって。それはそうだと思いますわ。もうこんな会話を私昔にもう30年も前にしたことがあります。家具屋勤めた、家具工房ですね、勤めた時に、そこはあの硬い、まあ、材料ですね、北海道材って言われる、その時ね、もう今は木ないやろけど、あの奈良とか、うん、それとか桜っていうね、まあ川ですね、そういうものとか南洋材ですね、マホガニーとか、そういう材料を使っているところでした。で、あの半端になるわけですよ、材料がね。でそういうものをあの、まあ、焼却してしまうわけですけども、煙にねしてしまうわけですけど、それをまあ持って家帰って何かできるかなと思ってた、彫刻なんかしたことがありますけど、そしたらある知人が、それあの流し台の下に引くのにちょうどいいからね、ちょっとくださいやって言われて、まあ大きい30センチか、ね、40センチぐらいあるものだったかもしれんですけど、幅も結構ね、20、30センチあったもの。何枚かお渡ししたんですよ。でもこれ荒木のままやから、これ削れへんやろって言ったら、いやー、カンナで削りますから。そう。でもこっちとらはね、こっちとらって私はあの手でこういうカンナで削るもんだと思うじゃないですか。そうじゃないですよ。みんな電気カンナで、電気カンナがカンナなわけですよ。わあ、そういう時代なんだな。もうそれでも30年前ですよ。今はどうかって言ってはあれですけども、こういうカンナってもうはっきり言って死んだような道具だと私は思います。うん。なぜかって言っても使う人いないですもんね、日本で。まあそれは先ほど言いました、あの宮大工の方とか、それかまあ木工家の方でおられるかもしれないですけどね。まあですから、職人食いっぱぐれはないって言われたのは、あれは親方の言葉を信じた私がまずかったのかもしれない。でもね、なぜそうなったのか、もう一つあるんですよね。これ使われない理由っていうのが、ちょっともうこれでやめておきます。こっちは置いておきます。それはですね、使わなくなると、あの作る人もいなくなる。そして教える人もいなくなるから使えなくなる、うん、ですから、まあ、少しだけでもね、私ができることって何かなと思いますと、自分がその、まあ、得た知識といいますか、引き出しの中に入っているものがあるわけですね。それを皆さんにお伝えして、少しでもカンナっていうものでも、まあ、のみでも何でもそうでしょうけど、大工道具、木工っていうものを身近に感じていただいて、そして、まあ、よければですね、ぜひ、そういったものを手にして、昔の古き良き時代じゃないですけども、身近なものを自分でこう、生きるためにですね、生活するために生かしていただけたらなと思うんです。時々私も、この仕事柄ですね、カンナを作っている人たちと、これ製造ですよ、あの、お話しする機会があるんですね。カンナを作るっていうのは、あの、2つの、工程って言いますか、まあ、会社って言いますかね、工房って言いますか、その2種類あるわけです。何かって言いますと、この刃ね、この、こっちの刃じゃないですよ。これはもういいかげんな刃ですけど、こっちの刃、このきちっとしたこの刃を作る鍛冶屋さんの方と、こちらのこの台、木の方ですね。これはいろんな台ありますけども、まあ、刃もいろいろありますけども、こちらを作る台打ちをする職人さんって言いますかね、会社と、別々なんですよ。それはあの包丁でもそうですね、何工程かあるその工程を分業と言いますか、違う会社と言いますか、違う工房でしているということです。で、どちらの、あの、まあ、職人さんも言われるんですけども、そんな使えへんやろと、素人さんにね、あのカンナなんか使えへん、まず何から使えないかというと、これを購入しますよね、カンナを。で、購入すると
で、何でもそうですけど、今の時代ってもう電気製品なんでもそうですよ、車でもそうですよ、使えるわけです。そのまま、例えば電気製品だったらスイッチオンにしたらもう説明書をきちんと読んどけばいいですよ、正しく使えるわけですよね。電子レンジでチンすればいいわけですよ。それはもう電子レンジを調整するなんて、そんなことはあのお客さんには側には求められないです。しかしこのカンナとかそういうものはすぐ使えないんですよ、売ってる状態で。でもすぐ使えるっていう感じであるのもあります。ちょうど私が40年ぐらい前に職人になった頃にそういうのは出始めたように思いました。それはもう技術力がなくなっていくわけですね、使う側の。それでそうなったのかなと思いました。しかしすぐ使えると言ってもやっぱりその調整は必要なんです。ですから鍛冶屋さんとか台打ち職人の人たち、そういうものを、こういうものをね、扱っている人たちっていうのはもうそんな使えへんやろって言われるわけです。でも私は使えるようになってほしいと思いますね。でもこんなこと聞きました、あの職人だった頃にね。カンナは削り3年ですよ、研ぎ8年と。まあそんなこと言われたんですね。削るのをマスターするのに3年かかると、そして研ぐのを、刃を研ぐのに8年かかるじゃない。桃プリ3年かけ8年って聞いたことありますけど、今度は今から8年研ぐのに一生懸命してやっとカンナが使えるのか、そんなんだったら誰ももうしないでしょ。ですからそこを変えていきたいというか、私のこの、まあ引き出しからですね、もう空っぽにして皆さんにお伝えできたらなと思うんですよ。まあこんなんですけどね、ちょっと立って説明しますけど、昨日このカンナを下ろしました。まあ筆を下ろすように下ろすわけですね。でなぜ下ろす必要があるかと言いますと、こちらは下ろしてないんですよ、このカンナは。でも同じ時にこの台を打ちました。で、何を直す必要があるのか、ここが問題ですね。で、ちょっとまあ今流のもう、あの下場定規って、まあ私はこれ30年ぐらい前買ったものですけど、もっと前かもしれない。こういう金属製の定規もあります。これをまあ下場をこう見るのに使ってもいいかと思います。これ金属なのでね、金属と金属が当てないように。で、こういう風にして、ここポート置きます。置くと、どこが高いかって、これくる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 回るわけですよ。こうね。で、こういう風にして、見るわけです。そして、理想はですよ、仕上げる場合は、ここと、ここで、こういう風にポンと当たって、こちらから、この先は低くする。そして真ん中のここをすくという。低くするんですね。そういう風に仕上げていきます。そして、この口の部分ですね。ここを、この、あの、台打ちの職人の方が作られた場合は、あの、どうですかね。0.5 ミリですかね。この、これ、白垣っていう、こういうもので、ちょっと下ろしますね。こういうスコヤっていうものがあります。差し金のちっちゃいなものですね。こっちがしっかりしてます。これここに当てて、そして、まあ今は、こういうふうにしてますけど、こうして、まあ差し金でもいいですよ。こうして、ここに直角に、この白垣で私は引きます。こういうふうに引きますね。引いたところに、のみですね。もっと、もう少し寸止ぐらいの幅の広いのみの方がいいかもしれない。これを、これもう刃を抜いてからですよ。当てて、その白垣の線にですね。白垣で書いてあるから、その、ただの鉛筆の線じゃないので、そこには傷が線が入ってますから、そこに滑らない。当てて、そして、この寸止のみですね。まあこれぐらいののみで、こう、刃を抜いてですよ、もちろんね。で、こう、今はこの何もしてない。これを、こういう金、私はこの金槌使ってますけど、台ぐらいかな、台か。これで、ドーンとこう、取るわけです。口を切るわけです。そして、中の方も少しこう、えぐって言ってもそんな大きくないですよ。それでこう、取っていくわけです。つるつ、平らかにね。で、こういう作業を、まあ、できないやろ、絶対にっていうふうに言われるわけですね。そうかもしれないです。しかし、私は、まあ、関心ある方にはですね、なんて言いますか、私のオリジナルとか、そういう、まあ、
常三郎さんのこうカンナとかそういったものをあのご提供していきたいと思ってるんですけども、自分がまあ望まれるでしょう、私がそれはさせてもらいますので大丈夫です。そしてあとどんなことがあるかと言いますと、カンナを使ってますとこの裏側ですね、カンナの刃の裏なんですけども、まあそれはまあこれをそうですね、これ抜いてみましょうか。抜くときはこういうふうにこう叩くんですよね。でこの裏があの切れるっていう 刃裏が切れるっていうふうに言うわけですけども、これは裏押ししてその最初しますので、自分自身がですね、宮村流で研げば絶対そこまでならないです。あの仕上げ砥石でこう研いでいたらね、仕上げ砥石で、でもベタ研いでいたらダダダダダダ研いでいたらそうなります。そういう感じであの使えます。おそらくというか、まあ、使えるようになります。そしたらまな板を削りにしても何かを作りにしてもきっとですね、喜んで楽しみって言いますかね、木工する中でのカンナっていうものの、位置がですね、いちいちかカンナのそうした楽しみが増しくあるんじゃないかなと思っております。まあ、カンナについて今回はですねこういう説明ですけれども、今回はこの後ですね、小口寿司板の 小口を削るっていうこと、それを削るシーンをですね皆さんにお見せできたらと思います。うまくいったらいいんですけどね、はい頑張ります。ありがとうございます。小口削りをしていく上ではカンナは、私はこうした一枚ガンナのみを使います。どれもこれもみんな一枚ガンナです。なぜかと言いますと、二枚ガンナの場合は押さえがありますので、その二枚ガンナしかない方は押さえの働きですね、その出を引っ込めると、そういうふうにして普通されるのかなと思いますけども、私の場合は二枚ガンナは小口削りには使わないので、そういうことは経験したこともあまりないですね。では今からこれを削る前に研いでいきますね。これはまあ荒らし粉として使うものです。はい、台の先が割れています。これはこれも荒らし粉ですね。これの方が大きい荒らし粉って感じですね。これは昨日あのしこおろしたカンナで、仕上げカンナです。もう5年ぐらい前に台を打って、で昨日初めておろしました。ですから非常に硬いですね。そして同じ時に台を打ってして、これはそばも削った動画の中ですね、そばも削った一枚ガンナです。小ガンナですね。でもついでですから、これから研ぎます。砥石は青砥でいきますね。まずね、この青砥はちょっと今日ものの本で読みましたら、番手としましては3000番から5000番って書いてあるし、ちょっと今まで2000番かなと思ったら違うみたいですね。でこれをこちら側、こっちからこう研ぎますね。刃を、ベタ研ぎより立ててこう研ぎます。でも帰り出ます。もう一回しときましょうか。こういうふうに研ぎます。でも帰りが出ますから、これでいいわけですね。はい、こっち置きますね。で昨日おろしたカンナですね、これもベタ研ぎがこれだとしたらこう立てますね。そしてこちらからこう研ぎます。こういう感じですね。これの方がもうよく返りが出ます。これは青髪スーパーという鋼です。青髪1号より、まあ、高級品といいますかね、長切れするというふうに言われているのかもしれません。これはもう常三郎のカンナで、カタログに出ていない2代目っていうものです。これはまあ荒ガンナとして私は今まで使ってましたけども、これも1回でこういうふうに返りが出ます。よし、これはまあこれもみんな30年ぐらい前のカンナなんですけども、まあよくわからない銘ですね。はい、銘は入ってますけども、まあここで公表しても
どこにもないと思います。あったりしてね、非常に高価だったりして、これはまあ荒がんなから、ね、中四股というか中四股がんなとして使っています。それでこの、まあ、3000番から5000番と言われている、青砥を終えて続いてですね、仕上げ砥石、これは合わせ砥ですね、合わせ砥の色物というタイプです。京都のものですね。でこれで一度こう裏を取っておき、あの返りを取っておきますね、裏を押しておきます。そして研ぎます。ベタ研ぎではなく立てて、私から見たら右から左にこう研ぎます。これも1回で返りが出ます。はい、この時はもうこれで返りを取っておきます。はい、これで研ぎ終えました。簡単でしょ簡単ですわ、ほんまに。まあ簡単と言いますか、まあこの時間には短いものです。これもこういうふうに木の下ろしたカンナですけど、裏を押しておきますね。で返りを取っておきます。で私から見たら右から左にこう合わせて研ぎます。1回でこれ十分返りが出ます。これでいいんですけども、もう1回研いでおきましょう。はい、これで裏を押しておきます。でもう返りは出ていません。でこれで拭きますね。黒松土牛って言うんですけどね、これは。はい、続いてこの2代目っていう常三郎のカンナですね、これを研ぎます。これも裏を押しておきますね。で返りが取れました。そして研ぎます。こっちからこう研いでますね。1回2回研いでおきましょうか。はい、で返りを取ります。で拭きます。いやこれも同じようにしますね。で研ぎます。こういうふうに右から左返りを取ります。それでですね、これをこうカンナの刃を台に入れます。そして私はこの木槌でこう叩きます。一枚ガンナにするのは小口の場合はもう絶対そうしてます。そして、こういうふうにしてですね、今あの下刃から刃がどれだけ出るかということを見ています。そしてこれは削らないと最後わからないですけど、出ていますよ、出ています。これはまあこれこそもうほんまにあの経験です。髪の毛一本とかいろんなこと言います。まあ筋ですね、これは木の下ろしたカンナです。これをこういうふうに叩いて、右から左全部一緒の刃の出となります。はい、これで刃が出ましたね。で続いてこちらのカンナですね、これアラカンナ、昔からこの口の大きい開いたのを鬼嵐子というふうに、言ってました。鬼のように口を開いてるという意味でしょうね。私は別に何でもいいんですけどね、呼び名は。はい、こういうふうに入れます。で続いて私はこの1枚ガンナでもう木表も木裏も角材もみんなそういうふうに削るんです。なぜかと言いますと、押さえと本刃とのその何て言いますかね、火付け具合と言いますかね、それを私見るの若い頃から苦手って言いますかね、まあ嫌でしたねですからもう押さえがない方がいいという。はい、これでいけますね。まあ削っ、あとは削るってことですね。ではこれで研ぎが終わりました。続いて、小口削りとなっていきます。では場面変えますね。はい、今から小口を削っていきますね。これ撮影はですね、台の上で、作業台の上ですると、
脚立が、あ、脚立じゃない、三脚がですね、その上に立てないといけない。そうすると振動で揺れちゃうんですね、こう画像が。カメラが揺れますので、それで下に置いてしております。はい。で、今の状態はですね、こういうふうな定規でこう当てますと、そうですね、ここが高い状況ですね。で、この今ここにちょっと綺麗になった面があるかと思います。これは試しに削ってみたところです。で、削るとこんな風な色がこう、ツヤが変わりますね。出ますね。こういう風にして削っていきます。それで、では作業に入りますけれども、こういう穴がんなでですね、この角、ここの、小口がこれですけど、これ蕎麦がありますけど、こことの間のこのところを面取っとかないと、ここが裂けますね。それを取ります。こちらの頭の方は大丈夫だと思います。それでは削っていきますね。いや、こういう感じで削ります。穴がんなでこう削ります。両手でこういう風にした方がもちろん削る良いですね。時間どれだけかかるかは分かりません。暑いのでね、上着はベストは脱ぎます。これツル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 滑りますね、このカンナでね。では違うカンナ。これ分かりますかね、この色が、色って言いますか、ツヤが出てくる感じですね。これは今粗しこ、中しこ、中しこぐらいの角ですね。こう分かりますかね、このツヤがね。こういうふうに削っていきます。これ小口です。小口を削るってあんま考えられるかもしれないですけどね。こういうふうに削っていきます。で、この刃に傷なんかがあると刃こぼれまでいかなくても、傷なんかがあるとここに筋引きますね。こういうふうになってしまいます。私もこういう立ち位置で削ったことないので非常に難しいです。でも手では削れないだろうとか、時間がかかって仕方ないだろうとか、そういうふうに思いがちですけども、こんなふうに削れます。よし、こっちやから今度削ってみようか。逆側ですね。映ってますかね。もうこの材が揺れるのでね。よし、これはもう小口ですから、どっちから削っても裂目はないでしょう。というか裂目というか、まあまあこういうもんですわ。はい。じゃあこのカンナこれで終えて、どこの5番まで削りますね。この紙を仕上げます。昨日下ろしたてのカンナです。もう一回か。こんな感じですね。はい。ちょっと待ってね。これで、こういう感じに仕上がりました。はい。小口削りです。カンナで削れます。削ります。あと片方のもう削、そちらも削って4面、5面ですね、これはね、仕上げて、それから来週は、というか次回はですね、この板の面ですね、そちらを、
削っていきます。ありがとうございますね。ちょっとあれでしたけどね。ではエンディングですね。ちょっと息が上がってますけど、この旅のご視聴感謝します。この次の動画も見てください。チャンネル登録よろしくね。